バリューってそうだったんだよね。炎上する要素はちょっとありましたよね。だからバリューは事業停止したんですよ。ヒカルさんがめちゃくちゃポケモンカードにはまってるんですよ。なんでハマってんので、みんなそう思うじゃないですか。僕もそう思ってたんですけど、ポケモンカードの値上がりの仕方が尋常じゃなくて、買って1ヶ月後に2倍とか3倍になって、ポケモンカード1枚が今200万とか300万とかなってるんですよ。するらしいよね。じゃないですか。で、僕たちが持ってた純金のレッドアイズ、あの、ブルーアイズっていう、あの、やつがあって、 このカードも買った時多分100万円ぐらい買ったんですよ。うん、今それ1200万とかなってるんですよ。えー、なんで、なんか、バブルが起きてて。ううどこで売れるんですか、それは。それ普通に買取屋さん持っていったら売れます。だから、えー、あれってガチャになってるんですよね。うん、要は、子供たちも買えるじゃないですか。うんうん、で、買って、開いて、うん、当たりが出たら20万で売れるわけですよ。<ー>だから、ポケモンカードがガチャになってるんですね、実は。 でも、それ結構、景表法に引っかかるレベルじゃない、はい、そうですね。多分二20万とかだと。と思うじゃないですか。僕もそう思ったんですけど。うんうん、結局、20万っていうか、カードは100円なんですよ。百<ー>100円なんで、景表法関係ないんですよね。<ー>そもそもだって、メーカーは希望小売価格で売ってるだけなんで、たそれを買い取り屋さんに持っていったら売れるだけで。ああ、なるほどね。そうなんですよ。なんか、ビットコインっぽい感じ。そう,そうです。ビットコインとかトークンっぽい感じ。そうです。 なんかある会社さん、なん会社名はあれですけど、ある会社さんが面白いことやってて、ポケモン、そのカードの仕組みで、うん、秋葉原には会社さんなんですけど、こう、ネットガチャで、ネットでこうやってガチャで引いて、うん、で、当たりが出るまでこうみんな引くんですけど、うん、外れるとするじゃないですか。外れたら、それをポイントに変えて、また、うん、また ガチャが引けるっていう。<ー>要はその仕組みにして、だから外れを送る、送らなくていいっていうのをやってて、<ー>す、すごく面白いことやってる会社さんも出てて。外れを送らなくていいあ、だから要は外れを、外れ、その要は外れるじゃないですか、ポケモンカード。でも自分は欲しくないじゃないですか。うん、ただ、これを送りますか、ポイントに変えますかっていうボタンがあって、ポイントに変えるとまた、 そのポイント付与されて、それがまたガチャが引けるっていう仕組みやってるってこれって、例えば卸業者が、卸業者っていうか、卸から買って、その店舗が全部自分で開けて、転売したらどうなんですかそれはそれでありなんですけど、でも結局その、そそのの分かりやすくと、買い取りを結構強化してて、そういう業種さ、うんって、で買い取って、その、なんですかね、やってるビジネスなんで、なんか全部開けても数が多いんで。 あ、はあ、当たるかどうかはありますよね、当然ながら。ええー、じゃあこれ製造業者のセキュリティ管理とか大変なんじゃないですか大変だと思います。はい。だからそれがなんかもう金券みたいになってて、当たったらすごいみたいな。 だからそれが二次流通がすごく値段が上がってて、うん、で、海外の中国の方とかが、それがあって買ってるんですよね、うん、今。なんかすごい状態になってますね。それでもバブル弾けそうなやつですね。ですね。うん、でも、いつか弾けると思うんですけど、今はすごいっていう。なんでそんなに転売価値が上がるんですかね 数が決められてるからですね、まあ。NFT と同じだと思うんですけど、うん、要はカードもこう、外れと当たりがあると思うんですけど、当たりの数が。なんかあれだよね。はい、皮肉な話というかさ、はい、バリューってそうだったんだよね。バリュー <laughs> バリューはそうだったんですよ。 え、あの、ちょっと僕ちょっと聞きたかったんですけど、あの時ヒカルさんがわーってやってわーってなったじゃないですか。堀さんあの時、あの、どう思ってたんですかいや、俺は、だから言ったの。はい。その社長にね、小川くんっていう社長が言ったんだけど、はい。小川くんがもっとバリュー盛り上げたいんで、はい。ヒカルさんとコラボしたいんですけど、どうでしょうかって言って、俺はやめとけって言ったの。はい。何だって、その頃の彼ってさ、はい。それこそさ、 屋台に行ってさ、あの、敵屋の、あのー、くじを全部引いて、はい、全然当たりねえじゃねえかみたいな動画がバズってた頃じゃん。はい、それ多分うちでもやられるよ、多分。俺はもう絶対やるから。はい、だってそうやって炎上してネタを作ってきてるわけだから、はい、絶対やられるから絶対やめといた方がいいよって俺は言ったんだけど、はいはい、やっちゃったんだよね。<laughs> 社長がコラボしちゃっては、 思った通りになったわと思って。そういうことですね。そうなんですよ。あれは同じで、うん、だからそういう、多分そのポケモンカードバブルも、誰かがそういう、その起き手破りの、はい、お前別れを、空気読めよみたいな、それをやって、どこかでボンって崩壊するはずなんですよね。でも、バリューのあの時ヒカルさんたちもね、わーってなってたじゃないですか。うん、でも、まあ、確かにこれが、誰かが相場、 をこう操縦したらなりますよね。ダーンってブライブーラクで。まあ、相場を操縦するというか、はい、そうね。だから、自分って自分の、あそこの、まあ、なんていうのかな。あれ分かってるよね、みたいな。紳士協定みたいなところがあるから。俺は実は、あの、バリューやる前から、はい、あれと同じようなことを実験してたんですよ。あれ、ビットコインが出始めた2020、うん、2011、2012年ぐらいの頃、はい そもそもビットコインって全然メジャーじゃなかったわけ。はい、うん。だから、なんかその人たちがすごいビットコインガチ勢みたいな人が、俺にどんどん投げ銭をしてくるわけよ。ビットコインを。ホリエモン覚醒してくれみたいな。みたいな感じで。結構しつこく投げ銭してきててみんなが。はい,はい。で、あの、ビットコインってオープンソースのソフトウェアだから、あれコピーできるんですよ。 ソースコードが全部公開されてるから。あ、そっか、コピーできますね。そう、ビットコインって名前になってるところ、例えばモナコインって書いたら、モナコインになるんですよ。でモナコインってあの、2チャンネルが作った日本のビットコインなんだけど、はい あれ僕も結構あのこう見ててちょっと使ってたんですけど、うん、使ってたんですけど炎上する要素はちょっとありましたよねちょっと見てて操作できるじゃないですか、うん、そのそのそのインフルエンサーっていうか立つ人が売り抜けようと思ったら売り抜けられるらそれはちょっと僕見てて思ってたんですよねでも別に売り抜けなきゃいいわけだからそうですよね確かにそう別に値段が下がったところで、はい、またその人が頑張って話題になれば確かに確かにか価値は上がっていくわけだからでそれに対して得点をつければ、はい 価値上げ,上げられるるし、まあ、で、すようん、うん、であの頃は、まだその仮想通貨決済法みたいな、はい、あの法律もできてなかったから、はい、その野放しみたいな、はいじ、自由に何でもできるみたいな状態だったのが、はい、そういうその法律ができて規制されるようになったから、だ,だから、だからバリューは事業停止したんですよ。うん、バリューもその、そういう事業者になるっていう道もあったわけ。そのためにはでも、 もっと資本金必要だし、資本が必要で、ちょっともうね、下り坂のサービスだったから、これ以上継続してもダメだよねっていうことでサービス停止したんだけど、そのままやってたら、 ちゃんと免許を取って、はい、フィナンシュみたいなサービスをやってたと思いますよ。でも多分ヒカルさん、堀江さん会って分かったと思うんですけど、うん、ヒカルさん多分何も分かってなくて、多分、あの、周りの大人に言われて多分やっただけだな気がしますけど、ね、そう。でも俺もそう思ったから、はい、彼は何も分かってねえんだろうなと思って、ね、何も分かってない状態で、ああいうことするやつは、やる、はいる、やるから、やめとけって言ったの、俺は。分かってない <laughs> そう、ね、かに。分かってないから <laughs> 分,かい、ね、分かってないからやめとけって、分かってる人たちだけでやっといた方がいいよって言ったの。 もう本当正しいと思います。いや結構だから、まあ。 やっぱ最初にさ、世に出る人たちって最初尖ってるから、はい、あのー、なんか俺なんかもそうなんだけど、はい、なんかテレビ局の人たちとか、か新聞社の人たちとか、なんかせ、なんか役人の人たちからすると、はいはい、何やっちゃってんだよお前みたいな。うんうん、黙って、黙って、こう、お前もね、会社も上場したんだから、黙って上場企業のルールに従って、はい、というか、監修に従って、やっとけば、はいはい 悪いようにはしないし、うん、お前だってめっちゃ稼いで大金持ちだろみたいな。黙って、おとなしくやってろよみたいな。で、そこで暴れたから、じゃあお給与を据えてやろうみたいなやつが出てくるわけじゃん。そうですね。だから同じだよ。構造は同じで、まあ、それはでも、若さゆえのっていうところはあるじゃん。